nsj ヘッドラインです今週のマーケットの振り返りそして来週の展望有望銘柄のピックアップです、えー、まずは今週のマーケットです、えー、今週の日経平均ですけども、えー、月曜日と金曜日、えー、まあ本日ですね下落となっておりまして火曜日水曜日木曜日中、えー、3日間は大幅促進となりました、えー、この間、えーに 日経平均のです、ね、冷やしのチャートをちょっとこれご覧いただくと、えー、この形、えー、真ん中がちょうどです、ねえー、大きく上昇して、まあ、ギャップアップの形ですね、えー、5日移動平均線、それと25日移動平均線、75日移動平均線すべてこれをクリアしたという状況ですね、特にここの木曜日の大幅促進、これが効いているという状況になっています。 えーまあ、一目均衡表の雲抜けも達成あとはパラボリックこれも要点しております地合いが一気に好転したという形でテクニカルでは好地合い上方向への期待が高まったという形になります、えー、ただですね、えーまあ、本日混迷、まあ、が続くウクライナ情勢それとですねあとは資源高によるインフレ、まあ、ここが懸念されるというところもありますけども まあ株価はリスク要因を織り込みながら戻り補正というところが言えようかと思います。え、なんと言っても今週はあとは129円台、まあ20年ぶりの円安水準まで進んでおります。えー、まあこの為替動向にも注目が集まるという展開です。えー、本日なんですけども、まあ昨日の FRB パウエル議長の高は的な発言というところに注目が集まりまして、まあ来月の FOMC えー、ここの利上げ幅0.5%と示唆、えー、したことが嫌気されております、まあ。ニューヨーク市場では大幅下落と、まあ、東京市場の方もこれを受けまして、えーまあ、グロース株全体を、まあまあ、グロース株を中心にですね、えー、全面安症状というところになっております。えーまあ、日経平均はこの3日間で753円の上昇というところがあったのですが、それを打ち消すような形、まあ、今朝のあ 朝方はですね安いところです。648円安と。まあ一気に売られるという場面も見られました、えー、そういった中でもですね。今日の新聞の一面にもこう展開しておりますけども、こちらの形え、なんといっても日本電産、えー、長森節全開とトップ記事の方でも取り上げております。えー、ま、やはりですね。注目の企業決算発表シーズンということもありますが。 主要銘柄の決算発表第一弾となっております日本電産、えー、それとディスコ、えー、こちらは活況ということになっております、まあ、それぞれですね、えー、一時は3.1%だか5.1%だかと、えー、かなり根を飛ばすと、まあ、全面安症状の中では際立った動きを見せておりました、えー、週足のチャートを確認いたしますと、えー、こういう状況になっております 先週末と比較すると日経平均は12円ほどの上昇、まあ、本当にわずかというところになっていますトピックスは8ポイントの上昇 NT 倍率は14.2倍、まあ、縮小傾向になっておりますチャートを見ていただくとですね、13週の移動平均線これはクリアしているんですね、まあ、先週に続いてというところで陽線を引いております、まあ、あとは 違うのはちょっと長い上ヒゲを引いておりますので上値抵抗が感じられるというところがうかがえますね上に見えますこの26週の移動平均線ここにです、ね、届かずといったところで、まあ、しばらくはこの間を往来するのかなという形に考えられますこういう状況を踏まえて来週の展望ですけども、まあ、やはり注目となるのはアメリカの金利動向 それとですね。為替動向、ここに注意を払いながら企業決算に期待というところが、えー、注目の動きというところにはなるのではないでしょうか、えー、来週末から日本はですね。ゴールデンウィークの連休入りとなります。えー、まあ、この間に注目の fomc が開催されます。えー、まあ、金融引き締めに舵を切る。えーまあ、金融政策の動向一体どうなるのか？まあ、注目の決断が下されると。 というところですね。日米の金利差からまあ円安症状これはなかなか止める手立ては見出せないという状況になっておりますので、まあ昨日のパウエル議長の発言、まあ0.5%の利上げというところをもうほぼほぼマーケットの方では織り込みと見られます。ただですね次回以降の利上げ幅、まああとは今年の利上げ回数ここへの憶測が高まってくるというところではないでしょうか。 えー、あとは株式市場の材料としましては、3月えー、決算、ここの発表が本格化してきます。えー、まあ、ここが手がかり、材料ということになるのではないでしょうか。まあ、大型連休ということがありますので、まあ、ここを前にですね。fomc やウクライナ情勢まあ、引き続き不透明要因というのがありますけどもまあ、ここを見ながら、えー、様子見姿勢が強まる可能性。これも想定されます。 注目の銘柄をここで2銘柄ピックアップです。はいえー、まず1銘柄目はこちら、えー、山陽電機、山陽電機と書きますね、えー、証券コード6516となります。えー、この株はです、ね、2001年以降、4月相場で18勝4敗、と、えー、りわけです、ね、2008年以降は14連勝中。 まあ典型的な四月高修正を持っている銘柄となります。四月下旬の決算発表を交換して、四、まあ、月高を演じているという形ですね。えー、最初にですね。基、ま、礎、あ、に非常に強気な見通しを掲げて、株価もそれに反応するといった構図になっております。えー、株価、これを見ていただくと、ですね。まあ、今週初め、安値四千三百五十五円というのをつけております。四月の十八日ですね。ここのところですけども。 ええまあこういう状況からええまあ大底圏険に留まっておりますけれども、まあ決算発表に向けてどういう動きになるのか要注目というところです。ええ前3月期実績見込み一株利益は619円、PR7.35 倍、PBR も0.73倍、配当利回りも2.52%ええー、まあ割安状態というところですから、まあ例え決算内容がですね。 えー、期待通りではなくても、まあ予報どひどいものにならない限り、ここから大きく売り込まれるということは、えー、ないのではないでしょうか。えー、今年の決算発表注目されますが、四月二十七日十一時となっております。えー、要注目の三洋、えー、電機です。もう一銘柄はこちらですね、えー。野村不動産ホールディングス証券コードは三二三一です。二千二十一年度の首都圏新築マンション 先日もニュースで報じられておりましたけれども1個当たりの平均価格、これはバブル期の1990年度を上回って過去最高を更新しております。中でも東京23区、都心の高額物件が人気ということでこのエリアの供給個数、平均価格はいずれも最高値を記録というところですね。発表の月月平均価格これも3ヶ月連続プラスと 価格上昇は止まる気配がないようですね。首都圏の新築マンション、ここに強いというのはこの野村不動産ホールディングス、3クォーターの決算、ここではですね住宅分譲事業におけるえ前期計上の契約がすでに完了ということで、好調ぶりが確認されています。4月26日の決算発表を控えておりまして、ここは要注目というところですね。 えー、ここの近所でですね、えー、まあ、日本橋かや町なんですがまあ、建設中の大規模オフィスビル、えー、これも完成するというところでここも注目です PBR0.9 倍、えー、1倍割れ水準 PR は10.48倍と割安水準になっております、えー、まあ、今週ですねまあ、一時的に上抜けをした25日移動平均線、えー、まあ、ここの回復に来週以降は期待したいといったところです まあここを上抜けすると28,000円台に位置する200日移動平均線ここが視野に入ってきます次回ですねゴールデンウィーク中にあります5月6日 FOMC も抜けてですねこうまあ株価位置がどこにいるのか要注目となります以上 n s g ヘッドラインでした